こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は群馬県高崎市群馬ちゃん駅にやってきました。いつものように高崎駅東口です。7月1日から31日までの1ヶ月間、群馬県のマスコットキャラクター群馬ちゃんが高崎駅をジャックしまして群馬ちゃん駅とするようです。正面見えてるキャラクターです。こちらウサギみたいなキャラクターはミーミー、青いのは青馬ちゃんです。高崎駅が開業しまして140周年記念した関連イベントのようです。以上、群馬ちゃんからのお知らせでした。それはさておき、周辺に位置するのは JR 東日本群馬車両センターです。 JR 東日本では唯一2両配置されている国鉄型ディーゼル機関車 DD51 型842号機や895号機にこの後動きがあるということです。一体どのようなことなのか、移動して様子の方見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。定期運用は一切持っておらず、イベント専用になっています。ここ最近出番が極端に減っています。通常車両センター周辺に誘致されているかと思います。結果的に詳しいことは分かりませんでしたが、前回様子を見に行った際、前面にブルーシートが取り付けられていました。現在はどうやら取り外されているようです。まずは車両を探さなければなりませんので、いろいろ移動しています。こちらは高崎駅構内、12系客車や旧型客車のみ誘致になっています。車両センターの方に移動します。高崎アリーナが見えてきました。周辺にはカメラを設置された方の姿があります。これは何か起きそうな感じ。車両が見えたので簡単に、 GVE197系 事業用機動車です。どんどん増備が進んでいましたが、また増えたようです。新潟トランシスで製造。今回は中間4両、ホッパ車196型は増備されず、動力を持つ197型2両のみだったようです。何かしらの牽引で使用されるかと思います。12系客車をつなぎまして、上越線内でたびたび試運転が行われているようです。ということは今後充当という可能性もあります。こちらは DE10型、1704号機。高崎機関区寄りを見ますと、 SL 伴走車と1697号機、区名札の右を見ますと赤く一級車と確認することができます。何か動きあるんでしょうか。ということで中を覗いてみますと、ブルーシート変わりません。これで動きあるんでしょうか。おそらく895号機かと思います。1974年三菱重工で製造されまして、申請配置は千葉県佐倉機関区です。1985年になりますと高崎の方に転属をしてきまして、長らく配置されています。しかし2024年をもって引退する予定になっています。1997年と2002年に842号機を本機にお召し列車が運行されています。その際予備機として使用されています。非電化区間のお召し列車には DD51 型が充当されていました。台枠にはステンレス板が取り付けられまして、煙突や手すりは銀に塗られています。大きな特徴です。842号機も当然同じようになっています。この状態では特に動きはないかと思います。ということであれば842号機を探してみたいと思います。横から見ますと車体番号を確認することができます。不明札の右には特に何も入っていません。
茶色の1705号機が見えまして、右方向に少し大きめな国鉄型ディーゼル機関車が留置されています。角度を変えれば見えるかもしれません。左の尾灯を点灯させましてアイドリング中、煙突から若干煙が出ていますので周辺には香ばしい匂いが漂っています。842号機です。1971年に日立製作所水戸事業所の方で製造されています。新製配置は895号機同様桜機関区、その後民営化前に高崎の方に転属をしてきています。愛知機関区の方でたくさん触れてるかと思います。800番台となりますので、もともとは貨物専用機、蒸気発生装置 SG 装置は搭載せずに登場した車両。当初は新形式 DD52 型を計画していたようです。しかし組合と折衝を避けるため番台で区別したようです。 DD76 型500番台や EF64 型1000番台も似たような理由から番台で区別したようです。左の尾灯が点灯している上、高崎アリーナ周辺にはカメラを設置された方がいました。この後動きそうな感じがします。結果的に動いたのは GVE197系でした。しかし乗務員室を見ますと何やら点検作業が始まっています。出庫前点検かもしれません。ということであれば高崎アリーナ周辺で待ってみたいと思います。現在ブレーキなどの緩解試験が行われていました。考えられるとすればここ最近運用されていませんでしたので、ラストラン、最後の運行に向けた準備、どこかの区間で試運転が行われるのかもしれません。カウントダウン方式でラストラン、最後の運行が行われます。どこかで DD51 型の出番もあるかと思います。もしこれが準備の段階ということであれば、すでにカウントダウンが始まっているのかもしれません。ということで動き出してしまう前に高崎アリーナの方に速やかに移動しときます。こちらは EH200 型ブルーサンダー、上越国境を越えまして高崎にやってきた列車、大宮方面に目指しています。構内に留置されている客車に全く動きはありません。仮に先ほどの842号機が出てきて本線内を試運転ということであれば、短期一用になる可能性が高くなります。そもそも本当に出てくるのか不安になるところです。信越線内や上越線内、さらには八高線で試運転ということが考えられます。客車をつながないということであれば入れ替え作業は行わないと思います。ここにいても目の前を通過していくだけということであれば、高崎駅ホームの方で待っていた方がいいかもしれません。仮にやってきたとしてもたくさんホームがありますので、どこに入線になるのかさっぱりわかりません。回送列車の表示やカメラを持たれた方の姿を確認し次第移動していきたいと思います。まずはホーム中ほど5、6番線ホームで待っています。八高線が発着する3番線に回送と確認しています。車止めとなっていますので入線は考えづらいと思っていましたが、遠くに842号機でしょうか、煙を上げてやってきます。
列車が到着しますという案内が出ています。前照灯を点灯させまして到着をしました。尾灯に変わりましたので進行方向を変えるかと思います。車止めなので先に進むことはできません。おそらく八高線より小川町駒川方面に向かうんじゃないかなと思います。せっかくなので3番線に速やかに移動、近くから見ていきたいと思います。この先進むことができず、ここで折り返しです。ここまで正面から見ることができるのは珍しいのではないでしょうか。はい、ということで行ってしまいました。引退迫る国鉄型ディーゼル機関車。この先も動向の方見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょうど4番線に列車が止まっていましたので乗車したいと思います。本日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。